今日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。さてチームはレギュラーシーズン1位に向けての今日の試合でした、その中で第4マッチハオ・シュアイ選手に見事勝利を収めてチームの勝利を決めましたが、どういう気持ちで試合に挑んでいたんでしょうか。ハオ選手とは前回1回やっていて、その時負けていたので、今日こそは絶対勝ってやろうという気持ちで試合に入りました。試合は、3対でストレートで勝ちました。ご自身のプレー振り返ってみていかがですか。前回よりそのハオ選手のボールに対応できていたので、ちょっとこう、前回の反省点を試合前に練習してそれが発揮できたので良かったかなと思います。それは具体的に言うとどういったところを。まずサーブに対して結構レシーブでいいレシーブをできていなかったので、そこで少しこう思い切っていこうという感じでチキータで入ることを多めに意識しました。さあそして今日の勝利でレギュラーシーズン1位に近づきました。残り1試合で、そしてプレーオフ、こちらに向けての今の意気込み思いなどありますでしょうか。ファイナル前ラスト1試合、まず勝っていい流れで、ファイナルにつなげたいなと思います。今日は、岡山県津山に、多くの方応援に来てくれました。また、東京からも東京マイスターと、木下マイスター東京の応援に来てくださっている選手もいます、方々もいらっしゃいます。皆さんに一言ありましたらお願いします。夜遅くまで、熱い応援ありがとうございました。木下マイスターはあとラスト1試合あってファイナルも今決定しているので優勝目指して頑張りたいと思いますので引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。木下マイスター東京篠塚大人選手でした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。おめでとうございます。